はい、こんにちは、グリードです。今日は新作のコールオブデューティー情報を喋りながらやっていきましょうか。チャーリーインテルっていうね、海外の COD の情報サイトがあるんですけど、まあ、フォロワー数420万人で、まあ、ほぼほぼ、まあ、公式みたいなところなんですけどね、まあ、むしろ公式より早くて正確な情報をいつも出してるから、もうほぼ公式みたいなもんなんですけど、そんなね、チャーリーインテルはね、まあ、こんなツイートをしてて、ブレイキングって速報って出てるんですけど、次回作 COD ブラックオプス6は、Xbox のゲームパスデイ1に追加されますよと。まあ、ゲーパス知ってる人だったら、もう、すんごいビッグニュース。まあ、前々からね、そう、マイクロソフトにアクティビジョンが、まあ、逆だね。マイクロソフトがアクティビジョンを買収してから、まあ、ずっとどうするんだどうするんだって言われてたことなんですけど、ゲームパスっていうのは、マイクロソフトの、ゲームのサブスクサービスで、まあ、月額、最低850円かな、高くても1200円ぐらいで、まあ、そのゲームが遊び放題ね。本当に僕も結構利用してて、龍が如くシリーズとかモンハンとか BF とか、あとバロラントとか LOL も課金せず全部キャラ使えたりとかね、するんですけど、まあ、そこに追加されると。で、この情報は WSJ だったかな、ウォールストリートジャーナルだね。だから結構ね、信憑性が高い情報になるんですよね。まあ、もちろんまだね、公式の情報ではないので、まあ、もしかしたら、よいしょ、まあ、まあ、ガセなこともあるかもしれない。もちろん、うん、完璧な公式情報ではないからね、うん、100% とは言えないんですけど、まあ、かなり信憑性は高いんじゃないかなと思います。まあ、それが発売初日から、プレイできる。なんで死んだ今の。僕もね、これずっと気になってたんですよね。まあ、やっぱりマイクロソフトの今のメインサービスといえばゲーパスだから、まあ、COD をゲーパスに追加するんだろうな。でも、COD って海外だと、まだまだめちゃくちゃ売れてるんですよね。アメリカだと売り上げ1位だし、ヨーロッパでも2位かな。FIFA の次に売れてるゲームで、まあ、そんな売れてるゲームを初日からゲーパスに追加するのかな、どうなのかなってずっと思ってたんですけど、まあ、なんか発売してしばらくしてからのゲーパスに追加されるみたいなことあるんじゃないかなとは思ってたんですよね。ディアブロとかそうだったかな。まあ、タイトルによってね、そう、発売してこう3ヶ月後入ったりとか、あと過去作だけっていうよりも過去作だけゲーパスに入るのかなみたいな風に思ってたりもしてたんですけどね。まあ、もしこれが本当なら、Xbox と PC はもう実質、まあ、ソフトを買わずに月額850円でプレイできちゃうっていうことになるんですけど、まあ、実質無料、まあ、実質無料とは書きましたけど、まあ、無料ではないんですよ、もちろん。無料ではないんだけど、つまりちょっとね、わかりやすい表現でやりたくて、無料って書いちゃいましたね。まあ、これだけ多くのゲームがプレイできて、それが月額850円って、まあ、実質、まあ、無料みたいなもんなんで、まあ、無料とは書きましたが、まあ、正確には無料ではないけど、まあ、ゲーパスに追加って言われても、みんなこう、ピンとこない人が多いと思うんで、すいません、今回この短い YouTube のタイトルとサムネに収めるために、実質無料というね、あのタイトルを使ってしまったんですけどね、申し訳ございません、本当に。おーおーおー、まあ、今の日本はもう円安が進みすぎて、COD 自体は値上げしてないんですけど、70ドルね、COD はドルだと70ドルなんですが、日本円にすると、今のレートだったとしても、1万1000円ぐらいになるのかな。うん。めちゃくちゃ高くなりましたね、ほんと。だから3、4年前だったら7000円で買えてたんですよ、 COD は。日本でも円が弱体化したせいで、もう1万1000円になってしまってるし、まあ、今後ね、もっと上がっていくとすれば、1万2000円、1万3000円とかになる可能性が十分あるので、ってなってくると、なかなかこう人に勧めるのも、まあ、難しくはなってくるっすよね。まあ、でもこれ COD だけの話じゃないんだけどね。まあ、もちろんどのゲームも値上げしていくんで、日本だけ。最近僕、龍が如くとか買いましたけど、龍が如くも1万円しましたからね。まあ、どのゲームにも言えることなんですけど。ただまあ、ゲーパスに入ったら少しでもまあ、人に勧めやすくは
なるのかなっていうところだはありますよね。まあ、ただこれが日本このね PS、 まあ FPS やってる人は PS が多いと思うんですよ日本は。その中でこのゲーパスどれぐらいねメリットがある人がいるかって言われるとね、ちょっとまあうんってところではあるかもしれないですよね。わざわざ PS から Xbox とか PC に移るより普通にソフト買った方がまだ安いっていう人もいるだろうし、まあただ例えばこの PS4 から Xbox の新しい方に切り替えようとしてるとか PC に切り替えようとしてるっていう人だったらすごいいい機会かもしれない。あとはその COD 以外のいろんなゲームもね、ゲーパスって日本のタイトルもだいぶペルソナとかもさ結構入ってきてるんで、いろんなゲームをやりたいっていう人はゲーパスの方に切り替えてもいいかもしれないですね。ただ一年中 COD しかそもそもしなくて、もう他のゲームあんまやる予定ないし、わざわざ機種を切り替えるのもちょっとあれだなっていう人は、まあ COD を単体で買うっていうね PS で、まあそういう人の方がね安いっていう人はそっちでいいと思います。まあどうなるんですかね。うん、まあ最近スターフィールドもゲーパスで僕プレイしてみたけど、ゲーパスの方はね、あれだね、追加コンテンツ、そう、追加コンテンツどうなるのかっていう、なんかデラックス版とかあるじゃないですか、秘蔵版かな。ゲーパスの場合はね、通常版はゲーパスなんですけど、いわゆるその、特別版、秘蔵版は、追加で3000円払って、まあ、アップグレードするっていう方法ができましたね、スターフィールドの場合は。まあ、COD ももし追加されたらそうなるんじゃないかなとは思います。いろんな喋りながらやってますけど、あとなんか喋りたいことあったかな？指出たけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。あ、なんか、ブラックオプス6ってなってましたけど、結局、なんだっけ、湾岸戦争うんぬんとか、ね、いろいろ言われてたけど、なんか、なぜか6で、まあ、だから、前作のコールドが、5扱いになるってことですよね。うん。まあ、一体これはどういう意味を成してくるのか。なんか、世界界は BO2 の続編みたいな噂もあるんですけど、まあ、なんか、現代戦に毛が生えたぐらいの時代設定っぽいんだよね。まあ、オーゾンもあるから、飛んだりはしないと思うんだけど、まあなんだろうな、もうほんと僕たちが今いる現代においても、そう最新の軍用ガジェットみたいなのがスキルとして使えるとかだったら面白いですよね。あ、でも今実際それ使えてんのか、こういう風にミューニションボックスとかね、少しこう現代戦だけどね、近未来の毛が生えたぐらいな感じはちょっと欲しかったりしますけど、どうなるかな。ずっと湾岸戦争と言われてたからね、湾岸戦争って1990年代ぐらいの話なんで、まあコールオブデューティ4あたりの年代の方が近くなってくるのかなと思ったりしたんですけど、で一個気になる情報としてはまた流れてきたのが、そのゲーパスに新しいティアが追加される。まあゲーパスって今850円と1200円ぐらいのグレードの2つがあるんですけど、だからなんかもう一個追加されるんじゃないかって言われてて、もしかしたらそのデイワンからプレイできるのはもう少し値上がりされたゲーパスになったりするかもしれない。まあ実質今850円とか少し正直ね安すぎるところはあるんで、うん、もう少し高くなる可能性はあるかもしれないですね、さすがに。と言うてたら試合が終わりそうなのでちょっと締めましょうか。はい、あ、終わりました。80キル。ブラジルってね、ゲーパスすごいね、人気なんですよ。ブラジルってそのゲームを変える層っていうのはやっぱりお金持ちじゃないと難しくて、やっぱそんなお金持ちじゃない人が多いらしくて、ゲーパスだとソフトはそんな買わなくていいから、すごい人気だったりするらしいんですけど、どうなのか、まあ、日本はやっぱ任天堂とかソニーが強いから、そんなに、ね、浸透は、まだしてないなって感じはするんですけどね。まあ、もっと知らない人がそもそも多いと思うから、まあ知っては欲しいですよね、ゲーパスの存在ね。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はちょっと喋りながらやっちゃったんで、おかしなところあったかもしれないんですけど、噂だけどかなり信憑性の高い情報で、公式からの正式な発表は6月9日の Xbox ショーケースで COD の発表があるので、そこで、ゲーパスどうなるのかっていうところが、発表されると思います。それではお疲れ様でした。